はい、皆さんこんばんは。今日は、英語の中学校1年生、自己紹介に続けてあなたは何々ですっていう風に相手を説明する場合に使う言葉、それを英語で何て言うかっていうことについて一緒に見ていきたいと思います。前回は私は何々ですだったから I am なんちゃらっていう風に、例えば私はトムですって言ったら I am Tom。主語動詞から必ず書いて I am なんだよって話をしてたよね。今回はあなたは何々ですっていう文を一緒に考えていくので、まずは出てくる単語をしっかりとね確認をしていきたいと思います。まず赤ペンだけねちょっと用意してもらって一緒にチェック入れながらねテキスト、進めていきましょう。はい、まずあなたはっていうのが今回中心の主語にあたります。あなたは何々ですのあなたはっていうのは英語で You って言います。 You。 はい、何々ですっていう部分丸囲ってもらって、前回は Am でした。今回は Am ではないんだよ。何になるかっていうと Are です。はい、 You の時に Am ではなくて Are を使う。 I am なんちゃら、あなたは何々ですっていう風に言われたら、はい、主語あなたはっていうのが最初に来て、文の最後に何々ですっていう動詞の部分が来るんだよね。なので英語の基本は誰がどうする、主語動詞、順番決まっています。なので最初に主語 you、はい、そして続けて動詞の are、 はい、 you are 何々であなたは何々ですっていう文になります。はい、ここで気をつけなきゃいけないのは、前回の自己紹介の文でも話をしたんだけれども、文の先頭は必ず大文字で書きましょうと。はい、そして文の最後はピリオドを書きましょうと。はい、文のルールでしたね。あとはまあ一マス、単語と単語の間は一マス空けるとかっていう話はもういいかなとは思います。さあ、前回と違ってあなたは何々ですは You are でした。ポイントのところで一緒に確認していきます。はい、そのまま赤ペン持って下のところに行きます。はい、英語の基本は誰がどうする、主語動詞、ここからです。なので日本語でまずチェックしなきゃいけないのは、誰がっていう部分とどうするっていう部分、あなたは何々ですっていう主語動詞、はい、これを英語の世界では主語動詞の順番で書くので、 You are なんちゃらっていう風に書かなきゃいけないよ。大丈夫かな。はい、ではポイントまでの説明はここまでにして、次からは練習のね問題を英作文一緒にやっていきたいと思います。前回と同様一緒に進めていくパターンっていうのでもいいですし、練習問題を英作文にしてから全部解説を見るっていう形でも構いません。自分の一番ね合う方法で、解説の方を進めていってください。では、ポイントのところまでは一旦以上という形にしたいと思います。